じゃあロードバイク女子3年目の方でございます。愛車チェックよろしくお願いいたします。お待たせしてすいません、チェックポーズありがとうございます。ハマ、はい、ちゃんと呼ばれています。はい、買ったのは6年ぐらいですけど。6年ということ、ないですね。いやいやいや、6年と割とちょっともうベテランの域に入っていらっしゃってと。全然初心、まあ、けどお三方の中では一番の歴が長くていらっしゃるということですね。ハマ、はいはい、ちゃんの選んだバイクはチーネリと、はい、ということで、これ何代目でいらっしゃいますか。2代目なんですね、はい、カラーリングがこう絶妙なお色目とデザインがやっぱりかっこいいですね。あんまり自転車のことは詳しくない。いや色目とかだけで選びました。色目で、はい、これはチネリを探していらっしゃったわけでもなくではないんですけど、白を探していらっしゃった感じですか。白を探していったらちょうどこのフレームを、フレームがあって、紹介してもらって、これはいいなと、はい、これもやっぱりちょっとラメが入っていらっしゃる感じなんですね、はいはい、これはワンちゃんベルトリクスという、ベルトリクスっていうグレードというか、はい、そうなんですね、はい、ブライトンのサイコンがね、はいはい、入ってて、ライトはよくわからない、もうネットで安いの買いました。ライトは、はい、ライトはね、こういう風にね、はい、ついていらっしゃった、はい、それからお三方ともこのラファバッグがね、これは女子は荷物が多い、女子はちょっとありますもんね。はい、これは便利ですね、はい、ちょっとおしゃれでございます。105のギアでリムブレーキがついていらっしゃると、ホイールはそのままの感じのやつですかね。はい、シマノの RS がついていらっしゃるようでございます。はい、それから105の、クランクということで、50の34と。後ろはちょっとこれ大きいかもしれませんね。これ多分34が入っていらっしゃいますね。はい、もともとはちょっとちっちゃめがついていらっしゃったんですかね。初めに組んでもらうときに34にしてもらいました。これは完成車ではなく、フレーム、フレームから行かれましたか、はい、お値段的にもそこそこ、いや、そうでもない、そうでもなくです。これ今日6個登ってこられるときどんな感じですか。いや、全然楽な、楽ですねそうですか、そうですか、いやいや、けどロードバイク女子だとね、いいチョイスだと思います。それから後ろにもどういったバッグをね、入れていらっしゃ、これはお守り、これどちらのやつですか。アコーの方にある、はいはい、自転車のお守りが買える、はい、ところなんですね。これちょっと知りませんでした。勉強になります。そうですね、やっぱりこのチネチネリのロゴが、やっぱりこのロゴですよね、はいはい、ロゴがやっぱりね、はい、いいとこビビッときますよね、はいはい、浜ちゃんさんは、まあ、6年ということは、はい、行ってみてここ良かったよみたいな場所がもしあればご紹介していただけたらと思うんですが。写真撮るのがもともと好きなんで。写真を、ほうほうほう、インスタやってるんですけど、インスタグラムで、はい、壁に、ね、絵を描いてるウールアートっていうのがあるんですけど、はい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 、そういうのを撮りに行くのが好きなんで。そうですか、そういうの探して。なるほど、大阪だったら西加賀屋っていうところが、西加賀屋いうところに、海外のね、ウールアートの作家さんっていろいろいらっしゃるんですけど、ほうほうほう、方がたくさん描いてるんですよ、はい、そうなんですね、はい、なるほど、じゃあ調べていってみたいと思います、はいはい、じゃああと浜ちゃんさん、これラファのかっこいいウェアでございますね、はい、後ろよろしゅうございますか、はい、後ろもちょっとラファが入ってあって、ちょっと左腕にこう白いね、はい、のが入ってます。私と一緒なんですけど、これ私はラファじゃございませんのですいません今後行ってみたい場所なんてあったら行きますか。今後行ってみたい場所いっぱいあるんですけど、一番狙ってる場所はどこでしょうね。まずは自走で、自走で、淡路島一遍、淡市は行ったことあるんですけど、ほうほう、家から自走で、家から自走で淡市して戻ってきたら何キロぐらいになりそうですか。200キロ近くなると思うんですね、うん、200キロというのはちょっとこう初チャレンジ的な感じになると、走ったのが150キロぐらいなんで、なるほど、淡市がねちょうど150ですもんね、はい、ちょっと長い距離走ってみたいなと思いますね。そろそろ行ける感じになってきてるかなと。まだいや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 、まあ、無理のないようにね、はい、チャレンジしていただけたらと思います。小物もお持ちだったりしますか。最近私のハマってる、おお、なんとこれ、チネリちゃんと入ってて、バーテープの感じとかも全部一緒ですね、はい、これがハマちゃんさんがお作りになるんですか。もともとはガチャガチャのミニバイクっていうのが売ってるんですけど、ほうほう、それに色を塗って自分のバイクに似せるっていうのにちょっとハマってて。これガチャガチャで出てくるんですか。そうです、このサイズ、このサイズでガチャガチャが。そうなんです、これガチャガチャ、ごめんなさい、おいくら万円ぐらいの感じで出てくる。500円です。500円であるんですか。
して赤とか黄色とか出てくるんですけど、それをちょっとこうペインティングみんなの自転車に見せて塗るっていうのがちょっと面白くってハマってます。花ちゃんさんすごい方ですねこれそういうお仕事をしてらっしゃったりということではなく、違う趣味の領域で、はい、そうですか。これすごい。こっちにはハーハーもついて、あ、ハーハーもついていらっしゃった。素晴らしい、はい、これじゃあぜひちょっと勝男さんもちょっとぜひチャレンジしてみてくださいダメですか、苦手な。いやいや、この素敵なご紹介、はい、ありがとうございました。素晴らしいですね。じゃあ以上でございます、はい、ありがとうございました。長くお待ちいただきました、すいません、はい。